はい、本家の半魔様先生です。というようにね、本当の億万長者は、ね、定期的にね、盗みに来る人が来るんで、死人が出ます。で、保安力をどんなに頑張っているんですけれども、定期的に出るということですね。それがない人っていうのは偽物ですね。作り物ですね。みんなが選んだりして、YouTuber でもそうですね。本物には死人がかかってきま、出るほどです。周りにたくさんそういう悪い人いますから。それはね、周りが保護してるんですね。その YouTuber にアクセス料以外に、みんなが保安を守ってあげてるんです。だから、偽物なんですね。で、今回話したかったのは、こういう人たちももうほとんど今そうですね。それ以外、だから宝くじみたいにね、選ばれた人しか億万長者は大変なんで、なれないんで、そうなってるみたいですね。今現在はね。現在の億万長者はね、私以外はね。で、しかしね、どこでもね、やってることですね。安全にということで私は保険に入ってるんですけれども、例えば出歩いて財布強盗に盗まれたとかね、財布をね、で持っていく歩く、そんなに大金は持つわけじゃないでしょ。で、せいぜいね、200万ぐらいでしょうから、それにた額ね、そんなには持たないけど、多い人はそうですね、50万とかね、でしょ。で、そんなの持ち歩いたら怖いでしょ。ね。だから、ただ持ち歩かないといけない、痛いと言えば、だから、保険は私入ってんですよ。ね。そんなた、あの、たくさんの大金じゃないです、最小限ね。だから、強盗にあっても、盗まれにくいんですね。というのは保険会社が入ってるんで、犯人、警察だとプラス保険会社が犯人を捕まえますからね。保険だから盗まれても、お金は保険会社が出してくださるんですよね。全額ね。財布のお金盗まれた時ね。保険に入ってますから、私の場合ね。だから、盗む人がね、警察プラス保険会社の力でもって防御されるんですね。だから、保険会社は盗まれちゃたまんないね。だから、警察にも催促する犯人はね、お金を取り返さないといけないって、保険会社。だから、2倍の保安力がつくんですよ。ね。保険会社は商売だからね、犯人捕まえて取り戻す。ということが大事なわけでしょ。だから指名手配もしてくれる、多くしてくれるわけですよ。ただ、そういう保険に入ってなかったら、警察だけだともうなかなかもう事件多いから、後々に回ってね、犯人捕まえられなかったっていうのはしょっちゅうなんですね。そういうので泥棒って相手見てるんですね。盗める人、盗めない人っていうね。だからそういう関係で、海外でもできるでしょ？旅行なんかでね、保険ね、盗まれた時のね、保険。だからそういうのに入っておくわけです。私は入ってるわけですね。今は海外入ってませんけど、行かないから。国内で盗まれた、財布盗まれた、ね、保険が入ってるんで。あと、家のも入ってるわけですね。家にいなくて、ね、家からお金、泥棒が入って取られたって。これも私保険入ってるわけですね。だから、泥棒が私の家に入りづらいわけです。もう巻いてわかるんですね、勘で。警察だけじゃなくて保険会社がプラスで取り返しに来ようとするんで、指名手配というかね、2倍になるわけです。その保安力は。ね。だから、泥棒が盗みたいというような人、保険が入ってるとこを盗むと、手が回りやすいから、捕まりやすいから。という、すごくいいんですね、保険会社ってね。
だから私はこの家でも保険入ってますしね、だから物の保険も入ってるわけですね、家の物が盗まれた時ね、ね、だあお金もね保険入ってるし、家にあるお金のね保険も盗まれても保険会社がね、ちゃんと返してくれる、ね、ということですね。それをやっとくと本当に気楽になる、なるんですね。今はね日本人にそういうことして安全作っていかないといけないなとは思いますけどね。もっと大事なことですね。それで全然違ってきますよね。ね。まあ脅されてでやったらもう命取られたり怪我したり嫌だからもうすぐあげちゃえばいいんですから。保険会社が出してくれるからね。ね。そういうことですね。ただすぐ捕まるよと。保険会社がついてるからって。ということですね。だから犯人もね。強盗目当ての殺人以外はねかかってこないですね。強盗に見せて殺人、相手気に食わないからと殺したいというようなね、住民で例えばできちゃった場合はね、そういう以外には注意しないといけないわけですね。ただそれも保険は入ってますけどね、それは私少しですけどね。ね。症状は入ってますけど。そういう保険もね。ということでした。泥棒保険ですね。ぜひ入っておくと、全然違います。ね。ということですね。強盗のね、保険に入っておくと、もうめっちゃいいですね。そんなことでした。